どうもお幸せ様です。 MC ガラドバンキングです。まあ、ガスケの勧めからもう約2年が経過しようとしました、はい、ね。で、まあ、そこで3作目をですね、はい、ようやくリリースしようという運びになりました。おっおっ、気になるタイトルはですね、はい、桜ね。桜舞い散る、やっぱり日本の花ってやっぱ桜だよね。でやっぱりここの地元の桜のこと語らんね。違うね。違う、うん、ラーメンの曲だね。ラーメンの曲。ラーメンの曲、うんうん、タイトルがね、走ろう。走ろう。山形伝承曲と言いますね、うん、楽しい雰囲気の、うん、アッパーの曲に仕上がってはいるんですけども、うん、どうでしたバンキング？難しいっけ。マジ今回ね、結構僕のパートも多くて、うん、こう掛け合いなんですよね、うん、これレコーディング入ってさっぱりできなくて何すっぺこれみたいな感じでか。前回撮ったの公民館で撮ってっからね。だよね。ちゃんとしたスタジオで撮ったのは多分初めて食べたらスタジオさん入っただけで上がってんのよ。もうプルプルってか2回目のレコーディングなんか7時間くらいしたよね。スタービッタキムだって、エンジニアの大谷さんっていう方がね、まだあの AVEX でエブリリトルシングとかの曲を作ってた方なんですけど、その方もあの編曲で手伝ってもらってるんですけど、でその大谷さんがいて、でまあ、あのスタジオの時間もやっぱり、まあ、深夜の12時くらいまでには作りたいねなんてなことで6時入りぐらいで始めなんですよ。すごいね。一小節1時間ぐらいかかったから。考えだね。さすがに大谷さんもちょっとこの感じでは終わらないんじゃないんでしょうかっていうサインをマネージャーに送ったと思うのよ。マネージャーもそうっすよねっつって、じゃあ道さんがスタジオから出てきたら巻きでお願いしますっていうことを私伝えますと、そういう話があって、もうバンキングと俺がスタジオから出てきて、俺はもうパンパンに膨れ上がったっけど、もっとこうしてほしい、ああしてほしいって、もう圧がバンキングにもうちょっと与えすぎてパンパンに膨れ上がったところに、マネージャーから巻きでお願いします、うるせえぞ、ちょっと真面目にやってるやつ。パンパンに俺ふぐみたいにふぐれがあった、俺さ井戸さしたもん。鉄を熱いうちに打てと思って、うん、そういう雰囲気さしちゃダメって、うん、一番悪いことにしてしまったって思ったから、すぐ謝ったよ。3回ぐらい謝ったな。そういうのもね、乗り越えてね、なんとかいい作品が、ね、できないんじゃないかと。ツッコミどころが結構満載かもしれませんね、うんうん、で、ね、まあ、でもやっぱり山形ね、消費量日本一だから麺も、うんうんうん、だからそこは、うん、だから麺の消費量が日本一って歌ってる割には、うん、意外と山形のラーメンって全国的には知られてないなっていうところがあって、だから私たちのちょっとフィルターを通させてもらって、うん、山形のラーメンっていうのを広くこう伝えていこうっていう、うんうん、で今回こういう運びになったんですけども、はい、まあ、どんな曲になってるかちょっと触りだけですね、うん、聴いてもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあちょっとこちらです、どうぞ。おいしいし王国山形、これさ一口ラーメン当てるけど、王国山形待って食べらんね、待って王国山形、これさ一口ラーメン当てるけど、王国山形、これも一緒に出てけろ、まあフルの尺でね、うん、お届けしたいんですが、うん、まあそれはミュージックビデオの方でね、うん、まあ、お届けしたいなというふうに思いますので、はい、そちらの方もぜひお楽しみにしていただきたいなと。そうですね。まあ、ミュージックビデオもね、あの今回そのカメラマンといいますか、まあ、監督がですね、同じ天童出身の佐藤浩一さんっていうですね、はい、結構最近かなり頑張ってる映画監督さんがいて、その方の協力も得て、うん、ちょっとあの PR していきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひ4月下旬リリース予定となっております、うん、はい、まあ、その後多分リリースパーティーなんかもするんじゃないかなとしましょう。そんな感じでですね、はい、楽しい曲が出来上がりましたので、うん、ぜひ4月下旬、カシェロ山形伝承曲をお楽しみにしていただきたいと思います、はい、山形ラーメン伝承曲です。ここ間違えてたらダメなとこだ。はい、山形ラーメン伝承曲、はい、カシェロ、はい、ぜひお楽しみに、楽しみにいただきます。